WX320K は、ウィルコム向けに供給された、強セラ製、PHS 端末である。スペック的に、ほぼ同一の WX320KR についてもここで述べる。ウィルコム向け強セラ製 PHS、エントリーモデル WX300K の後継機種とされる。ダイバーシティアンテナ搭載、オペラ対応。 4X 通信対応という WX300K の特徴を受け継ぎつつ WOM にも対応。弱電解での接続性能向上と基地局高密集地域での通信速度向上を実現した。通話中及びウェブブラウズ中の音声、着信表示機能や自動時刻補正機能も備える。また Java アプリケーションに対応することで ウィルコム向け強セラ製 PHAS のフラッグシップモデル WX310K ユーザーの要望にもある程度応えたと言えよう。WX310K にあった外部メモリスロットは搭載されていないが、オペラサーバーサービスに対応することでその欠点を補った。WX320K ユーザーなら誰でも使用でき以下の4つのサービスからなる。 本サービスで使える一人当たりの容量は 300MB である。背面にアルミニウムのフラットな素材を使用した高質なイメージの WX320K に対し WX320KR はラウンドフォルムによる柔らかなデザインとなっている。強化ガラスを採用し液晶画面に傷がつきにくくなっているほか、テンキーなどインターフェースにも違いがあるが、 内部機能的にはほぼ変わらない。充電台も共通。海外ローミング対応機種だが、同梱の ACE アダプタ AD320K は、海外での電圧使用非対応であるため、海外での利用時には、サードパーティー製などのミニアスビーのビリコネクタに対応した海外対応アダプタを要するでは、この問題は改善されている。ちなみに、WX320K は、 WS-005-in, AX-420N などとともに、ドコモ PHS 終了時のウィルコムへの同版移行希望者向け端末として採用されており、本機は音声端末向けとして提供された。ありがとうございます。